くおたんころかったら船酔いなんてだらしないわね。まあイリアったら、さっきまで自分だって。あれはただの頭痛よ、船酔いじゃないもん。ルカ君、水でも飲むかい？いや、いいよ。もうすぐ足原でしょ。丘に上がればすぐ良くなるから。お、足原が見えてきたぜ。ほら。丘に上がれば大丈夫。本当にここが足原かよ。思ってたより寂しい町だな。この町は年々水没しているからな。かつては広大な半島を有した海洋国だったのだが、各地で起きてる天変地異もこの町を見ればその深刻さがよくわかるわね。なあなあ、はよ町見て回らへん？うち楽しみやね。そうだそうだ、エルの言う通りだぞ。しかし、はいはい、それじゃ行こうか。そろそろ本腰入れて情報収集といくか。じゃあ例によってコイントスで二人組を。では落ち合う場所はここだ。いいな。気を利かせてやったんだからよ、うまいことやれよな。え、じゃあさっきのコインはインチキ？人聞きの悪いこと言うなよ。インチキしたのはお前の組だけだって。やっぱりインチキじゃないか。海辺の町で二人っきり、誰が見たってデートだろ。デート？いやダメだって、真面目に情報収集しないと。あ、そう、んじゃご勝手に。何ひそひそやってんのよ。ほら、おだんころか、行くわよ。エル、俺たちも行こうぜ。ほな、あとでな。レグノムじゃ見たことない珍しいものばかりだ。そうね。あのさ、もっといろいろ見て回りたくない？せっかくだし、きっといい思い出になると思うよ。はぁ？いい思い出って、
あんた何考えてんの？そのなんというか、君もで、いや観光とかしたいんじゃないかなって。何言ってんの？そんなに観光したけ勝手にすればいいじゃない。私も勝手に情報収集するから。じゃまた後でね。ボタン来るか。あ、で情報収集なんてどうすればいいんだよ。イリアを怒らせちゃって僕ってバカだな。ルカ君、千歳さん、どうしてこんなところに？ルカ君たら嫌だわ。この町は私の生まれ故郷なの。言ってなかったかしら？聞いてないよ。でも会えて嬉しい。本当に私も嬉しいわ。あなたに会えるなんて。ねえ、そこにかけて。少しお話ししましょう。ルカ君、一人？そんなわけないわよね。やっぱりあの女と来たの？うん、でも少なくとも今は一人だよ。本当に嬉しい。こうして二人っきりでいられるのは久しぶりだもの。二人きりってそんなことあったっけ？寂しいな。あなたはまだ思い出せていないのね。私はあなたと過ごした頃のこと片時も忘れたことないのにね、アシュラ様。君はひょっとして創世力でございますか？そうだ、だけでは俺の望みは果たせぬ。我が望みを叶えるためには創世力が、はあ、アスラ様の悲願、何としても叶えねばなりませぬ。この昨夜アスラ様がため粉骨再生する所存、我が身の一片まであなたの波動のためお使いください。ありがたい言葉だが、俺は献身や自己犠牲など部下に望まん。ましてやお前のその美しい体、到底無下には扱えぬよ。アシュラ様は変わってしまわれた。それもあの女、イナンナが来てから。いや、何も言うまい。言ってはアシュラ様を困らせる。私のこの思いは
深く沈めねば。深く、海よりも、奈落よりも、この世のどこよりも、深く、決して浮かばぬように。そんな浮かばれない思いは、もう嫌。君は、昨夜。あ、私のこと思い出してくれた？アスラ様。うん。君、だったのか。驚いたよ。ああ、嬉しい。アスラ様が、私のこと思い出してくれた。ねえ、アスラ様。お願い、アスラ様も、教団に来て。あそこなら、安全よ。私、あなたが適応法なんかで捕まったりするのが心配なの。でも、僕は。なぜためらうの？マティウス様は素晴らしい方だし、信者の皆さんもいい人ばかりよ。だって、マティウスはイリアの村を襲ったって聞いてるから。そんなの、教団運営のために必要だったからに違いないわ。アスラ様だって、戦争で大勢の命を奪ったでしょ？それは、そう、だけど。マティウス様は、この世界を救おうとされているのよ。アスラ様も、天変地異のせいで、世界が滅びに向かっているのは知ってるでしょ？ねえ、このアシハラを見て。これはすべて天上界が滅んだ影響なのよ。世界各地で土地が荒れ、災害が頻発して、相次ぐ戦争によって、食料不足まで起こる始末。じゃあ、マティウスと教団は、今の無形の世を救うために創生力を？もちろんよ。マティウス様のおっしゃる理想郷は、すべての人が救われる世界だもの。でも、イリアの村は襲われたんだ。僕はマティウスを信じられない。そんな話、きっとあの女のでっち上げよ。ねえ、アスラ様。あの女を信用しちゃダメ。なぜ？どうして君は、そこまでイリアを嫌うの？思い出せないのかしら。いいえ、いずれあなたもきっと思い出す。それにどうして、そこまでマティウスを信じられるの？マティウスって、一体何者なの？それは、あなたがこの世で最もよく知る人。センサスの。あ、ルカ？こんなところで何油売ってんのよ。いや、イリア。あの女。なんで、あの女がここにいるの？何話してたの？私の悪口？悪口なんでしょう。違うってば。あ、もう、落ち着いてよ。んで、どういうことよ。なんであの女がここにいるの？彼女の故郷なんだよ、この町は。西の戦場から帰ってきてたみたいで、たまたまさっきここで出会ったんだ。あ、そう、たまたまね。それで、情報集めの方は？あんたがあの女とイチャついてる間に、あたし一人で頑張ったっていうの。そろそろ時間だからさ、戻らないと。ごめん。じゃあ、みんなのところに戻ろうか。だぜ。どこで油売ってたんだよ。油売ってたのは私じゃないってのルカったらね。それで何か見つかった？この辺りの権力者は亡くなると神として祀られる風習があるらしくてね。つまり
力を持つ者は死後神となる。人が死んで天に昇り神として迎えられる。天上界信仰が行われていた証拠ね。代々の王の墓、つまり他の地域の神殿と同義だけど、それが見つかったのよ。王様のお墓？そこなら記憶の場がありそうだね。早速行ってみよう。墓があるのは町を出てまっすぐ北に向かった先らしいぜ。